どうも皆さんこんにちは。はい、今回はひらめきの遊戯場の、第4ステージですね。行き晴れの誘致ですね。はい、をジジムとキンパでの、攻略をやってみました。はい、でまずここは、まだギミックが、地雷と、反射制限ピオリですね。はい、あとはからくりブロックとかがありますね。ボスの種族は獣族です。はい、でここのステージなんですけども、まず角度がですね、まずちょっとブロックを当たって、地雷を取って倒すというステージがあります。でホミング吸収が、白爆発っていいます、まあ、これもほぼ即死なので倒さないようにしていきましょう。そしてここ第2ステージも、一筆書きループですね。不要を倒す。そして、倒すと、魔導士と、ダックが来ますね。で、魔導士は地雷持ってなくてもワンパンできますので、地雷は持ってなくても大丈夫です。で、ダックが、地雷を取って、処理することが必須ですね。でダックを倒すと、今度カマイたちの内部弱点が、出現します。はい、で一回ちょっと確認ですね。でキャラは、今アプリコットとパインを編成しております。でフレンドの方で、クーフーニンを、編成しております。で、一応レーザーバリア貼ってるんですけども、まあ一応ね、もし当たっちゃうとあれなので、まあ一応配置とかもちょっと考えて、なるべくね当たらないような配置でやるといいのかなと思いました。そしてここはクーフーニンですね。はい、で、ボスステージになります。はい、まあ、他にもガチャ券だとアップルとか紫式部とかミッキーとかが、あとモノコマチとかね、おすすめなんじゃないかなと思います。でここもプヨも、処理ですね。一筆書きのループで処理ですね。今の感じでいくと、ループの処理しますね。で魔導士は、斜めで、弾くといいですね。はい、まあ、こんな感じで弾くと、処理できるよと。で、最後にダックを倒してカマイたちの内部弱点を出現させるという手順となっています。でカマイたちは斬撃なので、まあ、でもこれも結構ちょっと痛いので、まあ、気をつけておきましょう。はい、これはね結構痛いですね。あとホーミングの、ね、攻撃弱点ですね。これもダックを倒して内部弱点を出現させて、で地雷展開ですね。でここはちょっと攻撃がちょっときつかったので、こういう風な感じで打ちました。まあ、ちょこっとでもねダメージを与えたかったので、はい、で、また地雷展開ですね。運命剥がれます。で、左から行こうと思ったんですけども、ちょっとね角度がちょっときつかったので、右から、地雷を回収してから、カマイたちを攻撃しようかなと思ったので、こういう風なルートで行きました。はい、そんな感じです。本当にね、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね参考になるかどうかちょっとわからないのですが、ね、もしよかったら参考にしてみてはいかがでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。